皆さんこんにちは。明日5月3日の14時と21時にウェブストアに掲載される商品を紹介していきたいと思います。詳しいことは概要欄に書いてありますので、そちらをぜひチェックしてみてください。ご購入はオンラインストアのみとなりますので、そちらも合わせてご了承ください。さて、それでは商品紹介していきたいと思います。まずは14時に上がる10点分ですね。1点目はこちらです。マライアキャリーのツアー T シャツですね。バックプリントがこちら。かなり年代としては新しいと思います。全然2000年代入ってるボディなんですけれども、この辺もネクストかなと思います。アンビルの2枚タグの L サイズ表記ですね。この年代の L サイズは僕でちょっとゆったり着られるぐらいのいいサイズ感ですね。まあ赤ボディなんですけど、ちょっと派手ですけど、夏とかはこのぐらい派手な色味着て、こうブラックのパンツとか出したらかっこいいかなと思います。こちら価格の方が7800円当税ですね。続いてこちら、ローリングストーンズのリップタンデザインですね。1997年のツアー T シャツです。こちらコンディションめちゃめちゃいいですね。おそらく1回洗ったぐらいだと思います。アンビルの L サイズ表記。ストーンズのリップタンの T シャツはほぼ毎回即売れてしまっているので、探されてた方、前回買い逃された方、ぜひ。僕でゆったりのいいサイズ感ですね。コンディションも極上で、こちらお値段の方が 12,800 円当税ですね。続いてこちら、メタリカの T シャツ。こちらフロントのデザイン、バックのデザインかなりいいですね。いろんなアルバムのジャケ写、キレイモールだったりマスターオブパペッツだったりで、バックはジャケットのその裏面がプリントされてるデザインですね。おそらく当時のファンブートになると思いますが、かなり珍しいデザインだと思います。ヘインズ2枚タグの L サイズ表記ですね。こちらも僕でゆったり着られるいいサイズ感ですね。まあ、メタリカだとちょっとこう派手なデザインとかが多いんですけど、このシンプルなタイプすごく着やすくていいと思います。こちら価格の方が 15,800 円当税ですね。続いてこちらパンテラですね。パンテラの98年のツアー T シャツですね。バックプリントがこちら。大判のかなり豪華なデザインですね。ヘビのグラフィックがすごくかっこいいと思います。ステッドマンヘインズの2枚タグで XL 表記ですね。こちら僕でゆったり着られるいいサイズ感ですね。パンテラもこのぐらい色褪せしてるボディで着用するのがすごくかっこいいかなと思います。ヨーロッパツアーですね。こちら価格の方が 19,800 円ですね。1キュッパです。続いてこちらブランフォードギャラリーの T シャツですね。バックこちらアクセルローズですね。痩せてる時のかっこいい時のアクセルローズです。フルーツオブザルームの XL 表記、結構大きめではありますね。僕でこちらはかなりオーバーで着られるいいサイズ感です。ブランフォードギャラリー、このアーティストの絵をすごく描いてたブランフォードの個展の時に販売されてた T シャツだと思います。アクセルローズだったりカートコパンだったりジメヘンだったりレッチリだったり、いろんなこうアーティストをこのタッチで描いてて、かなり大判なデザインでかっこいいと思います。こちら価格の方が 29,800 円とさえですね。続いてこちらフーファイターズですね。バックのプリントがこちら。フーファイターズもなかなか T シャツの入荷がないバンドの一つかなと思います。オールスポーツのプリントタグ、プリントのオールスポーツの XL ですね。こちら僕でゆったり着られるいいサイズ感ですね。ツアー T シャツです。ワールドツアーの時の T シャツですね。ブラックに白、モノクロの配色のプリント、めちゃめちゃシンプルでかっこいいと思います。こちら価格の方が 25,800 円当税ですね。続いてこちらスーサイダルテンデンシーズの T シャツですね。バックプリントがこちら。 You can't bring me down。 デンキースのプリントデザインですね。かなりこのバンドでこのプリントは有名なデザインだと思うんですけど、なかなか出てこないと思います。タグちょっと
くしゃくしゃになっちゃってますけど、一応スクリーンスターズですね、青のスクリーンスターズ 100% コットンの方ですね。サイズ表記がちょっと読めないんですけど、おそらく表記があれば L サイズかなと思います。この年代の L サイズなのでちょっとタイトめですね。90s の L の縮みぐらいっていう感じかなと。こちら価格の方が 35,800 円同税ですね。電気椅子のデザインとかは今だとなかなか作るのも難しいデザインだと思います。続いてこちらスタプレですね。僕が大好きな一押ししているスタプレです。でこれフレアのタイプですね。グリーンカラー、僕もこれ全く同じ色味持ってます。サイズ感が、3030ぐらいですね。僕で多分ビタッとジャストぐらいのサイズ感です。スタプレのフレアタイプかなり推してるんで共感していただけたら嬉しいなと思います。一応黒タブのスモールイですね。ジッパーが、スコービルのジッパー使ってるんで、まあ、古いとは思います。こちらですね、価格の方が7800円と税ですね。 7% です。続いてこちらセンターソーシュのナイキのパーカーですね。アセタネイビーのカラーがすごくいい一枚です。サイズ容器 S サイズなのでちょっと小さめではあるんですけど、まあ、小柄な男性もしくは女性、こちら男女問わずおすすめできる一枚かなと思います。ジェリーロレンゾが着用していることですごく有名なデザインかなと。まあ S サイズなのでその分お値段はお安めで、こちらを7800円当税ですね。買いやすい値段かなと思います。続いてもセンター装飾、今度はかなり色残りがあってしっかりした1枚ですね。コンディションも悪くなく、こちらサイズ表記が L サイズと。僕でちょっとゆったり着られる L 表記なんですけど、実寸では XL ぐらいあるかなと思います。まあ、まだちょっとスウェット厚いかなと思うんですけど、ショーツとかと合わせたらすごくかっこいいと思うんで、まだまだ着られるかなと。こちら価格が 15,800 円当税ですね。紹介させていただいた10点が明日の14時にウェブストアに掲載されますので、ぜひチェックしてみてください。それでは、ベルベル人の40点をご紹介いたします。まず T シャツですね。こちらナイキです。ナイキの M サイズですね、90年代。こちら縦にですね、こうロゴが入るパターンです。黒ベースで、はい、サイズ M サイズですがちょっと大きめですね。僕はちょうどいいサイズ感です。後ろは無地ですね。ちょっとね、色焼けとかが若干ありますが、雰囲気出てていいと思います。まあ、このナイキロゴも入ってますしね。縦でかっこいいですね。はい、こちら6800円に消費税です。はい、続いてこちら T シャツ、ヘインズボディの、こちらエクストララージですね、サイズが。はい、マイクロソフト、ロゴはね、かわいいですね。この、まあ、ちょっとドルの、袋とか持って、ロゴはかわいいと思います。T シャツ黒ですが、色が、少しね、フェードしております。XL、ちょっとゆったりしますが、まあ、このね、かわいいロゴ、いいんじゃないでしょうか。後ろもね、いい感じにこう焼けております。こちら 12,800 円に消費税です。はい、続いてボディがエクストララージですね。こちら 50-50 のボディです。ポパイですね。胸にスキーをしているポパイ、そしてバックプリントドンとあります。ポパイのロゴですね。1995と年号も入ってます。バックプリントいいんじゃないでしょうか。サイズ XL、まあ、50-50 ボディなんで、ね、そんな縮んでないと思います。ちょっとゆったりめですね。はい、白ボディ状態もいいです。こちら7800円に消費税です。はい、続いてビートルズですね。はい、こちらボディがエクストララージですね。こちらも、黒ボディのビートルズ、まあこの有名なね、あの4人出てますが、アビーロードか。クセル、こちらもねちょっとゆったりめです。はい、少し色がねフェードしてる雰囲気もこれもいいんじゃないですか。バックプリントもいいですね。はい、こちらビートルズで 12,800 円に消費税です。はい、続いてこちらが、ボディ、ラージボディですね。黒ボディの、こちらスタートレックですね。もうこの
インパクトがドンとあります。ラージサイズ、これ僕はねちょうどいいサイズ感ですね。バックプリント、これかっこいいですね。水色で結構こう高い位置にある、はい、プリント結構かっこいいと思います。スタートレック、はい、こちらで9800円に消費税です。続いてエッシャー、はい、こちらがラージサイズですね、はい、白ボディのいわゆる総柄です。後ろにも、はい、両面のプリントですね。サイズラージサイズ、僕がちょうどいいサイズ感です。エッシャーも、ね、定番ですが、この、ね、白ボディの方が、ね、数少ない気がしますね、はい、こちら12800円に消費税です。はい、続いてボディはタグが欠損してますがトイストーリーですね、はい、かわいいですプリント。こちらも白ボディで、はい、後ろは、ね、無地になってます。プリントかわいいですね、はい、こちらで19800円に消費税です。はい、続いてミッキーのシリーズですね。こちらが、サイズ M サイズですね、はい、スプラッシュマウンテンか、はい、もう、まあ、ディズニーランド行けばね分かりますが、サイズ M サイズですがちょっと、僕がちょうどよく着れるサイズ感ですかね。そんなに大きくはないとは思います。はい、バックプリントもね可愛いですし、まあ、ちょっとこのねタイダイ柄もいいですね。こちらで15800円に消費税です。お、来ました、ライオンキングですね。こちらオリジナルタグ、ライオンキングはねアメリカでもねすごい人気みたいです。ちょっとこれ、ね、ボディがおそらくこれ、大きめですね。 WXL ぐらいありそうですね。幅的にはこのぐらいのサイズ、まあ本当オーバーサイズでね着れる、しかもプリントもね後ろは無地ですがプリントもでかく、ライオンキング、こうねちょっといい感じにこのひび割れた感じも雰囲気いいんじゃないでしょうか。はい、こちらスペシャルですね、29800円に消費税です。ニーキュッパ、はい、続いてラルフローレンのシャツですが大人気ですね、リネンシャツです。こちらサイズがラージサイズ、はい、リネン 100% ですね。ちょっとこれねあのネイビーのボディなんですが少しね色がフェードしております。雰囲気いいですね。しかもポニーマークも、ポニーも同じネイビー色で同系色、まあ、ラージサイズちょっとゆったりします。自分もね普段リネンシャツ着てますが、まあ、ミディアムサイズがちょうどいいサイズですけど、ちょっとオーバーサイズでね L サイズ着れますし、まあ、若干着丈はありますけれども、ちょっと僕よりね体格いい方全然ラージでもいけると思います。リネンシャツこちら7800円に消費税です。はい、続いても長袖ですがラルフのリネンシャツですね、はい、サイズミディアムサイズ、そして 100% リネンですね。ホワイトです。もうねちょっと大人っぽいといったらあれですが M サイズ、僕がちょうどいいサイズ感です。まあ、白シャツね、僕も結構好きですがボタンダウンのリネンシャツ、まあ、今の時期とかちょうどいいですね。で白 T 着てその上にさらっと、まあ、ジーンズなんかね当然相性いいですし、まあ、袖をね、まあ、僕もここで折るの好きなんですけども袖をまくって着てもいいですし、はい、状態もね綺麗です。こちら7800円に消費税です。続いてボーリングシャツですね、はい、こちらボディがこちらの M サイズですね、はい、濃いブルーです。あ、ボタンちょっと外れてますが、はい、後ろチェーンステッチ、これ飛行機ですかね、結構珍しいプリントだと思います。肩にワッペンもついてますね。 ABC1957195850 50s ですね。サイズ M サイズ、僕がジャストサイズです。はい、04のブルーのボーリングシャツ、はい、こちら15800円に消費税です。はい、続いてハワイアンです、はい、こちらピルグリム、いいですねタグが。 ML サイズ、 ML サイズ僕がちょうどいいサイズ感です。ブラウンベース、はい、結構綺麗なね柄ですし、ブラウンの程度もいいです。サイズ感も僕がね、T シャツの上からさらっと羽織るのにちょうどいいサイズ感ですね。状態いいな、綺麗なね、フラワー柄です。こちら39800円に消費税です。はい、続いて長袖のハワイアン、こちらサイズがね S サイズです。まあ、S サイズねジャストで着れる方も多いと思います。ちょっと襟のところにちょっとリペアがあったりはしますが、やっぱり黒ベースのハワイアン当然数少ないですし一番人気があるんじゃないでしょうかね。
ちょっと襟元に気持ちちょっとこう色あせとこの若干この辺のね背中にもあります。これもね綺麗な花フラワー柄ですね。 S サイズ僕はちょっと小さいです、はい。T シャツの上から羽織ってもこれと僕はピタッとなってしまうサイズ感ですね。でも S サイズ意外と少ないんじゃないでしょうかね、はい。こちら 25,800円に消費税です。続いて、黒のシャツなんですがブレント、はい。これエリシンが入ってる60年代ぐらいですかね。サイズが15ハーフ、しかもデッドストックになります。はい。ちょっとね胸元にこの馬のフェイスがこう刺繍されてます。そして黒ボディポケットワンポケなんですが白いライン M サイズなので僕がこれジャストサイズですね。ちょうどいいジャストサイズ、はい。黒シャツなんでねやっぱかっこいいですね、はい。しかもデッドストックです。こちら 25,800円に消費税です。続いてスウェットですね、はい。こちら、半袖のスウェットといいますかあの袖がカットされてます。タグはこちらの、はい、サイズがね M サイズですね、はい。まあ、あのいわゆるダメージ雰囲気系です。襟元ちょっとねダメージが来てたりとかもう色全体的にフェードされてます。あとはね長袖だったらそれちょっとカットされてるんですが、はい。バックプリントです。バックプリントかっこいいです。 M サイズですが結構ね身幅があるスウェットですね、はい。僕でもいけるんじゃないでしょうか。ちょっと着丈が若干短いかもしれませんが、はい。この袖をねカットされた雰囲気で、中にまあサーマルとか、ちょっと T シャツここから出してもねかっこいいんじゃないでしょうか。まあ、このね襟の少し伸びた感じの雰囲気もいいと思います。結構ね女性とか方で落としてきてもらっても可愛いと思います。こちら7800円に消費税です。続いてもダメージ系ですね。こちら、タグは欠損してます。前 V のちょっとこういったねもうダメージ箇所が何箇所かあります。そして前が染み込みの3段、はい。後ろもちょっとね白ボディなんですがね少し生地がね薄くはなってます、はい。まあ、いわゆるその雰囲気系で見ていただければサイズ感 M サイズくらいですかね。自分がちょっと小さめです。でも雰囲気いいですね、はい。こちらも7800円に消費税です、はい。続いても雰囲気系のヴィンテージスウェット、はい。 U of D とタグは欠損されてます。前ラバープリントもうねちょっとこういい感じにも剥げております。この白い部分がラバーで周りの黒とか染み込みですね。プリントも可愛いです。水色ボディでラージサイズぐらいだと思います。ちょっと自分は小さいですが、はい。後ろも雰囲気ですね。まああの先ほども言いましたけど女性がねちょっとダラッと着ても可愛いんじゃないでしょうか、はい。こちらも7800円に消費税です。はい。続いて、こちらハードロックカフェですね。 XL ボディです。もうまさにねあのリバースイーブとほぼほぼ同じ形でしかも色がねもう、3トーンですね。ネイビーエッジグリーンエクストララージちょっとゆったりめです。はい。もう見た目リバースと変わりません、はい。後ろにも、はい、こうちょっとこう、まあ、ステッチでねこういう風に、まあ、地図なのかなこれ、はい。オールイズワンと入ってます。そして胸元にはハードロックカフェのね刺繍も入ってます。はい。面白いですね。こちらで7800円に消費税です。はい。他にもスウェットたちいきます。こちらタグは欠損されてます。グレーボディの霜降り、はい。ラバープリントですね。なんかシンプルで可愛いと思います。サイズ感がおそらく M サイズぐらいでしょうか。僕は小さめです。ボディ自体がねあのもう50/50のボディだと思うので柔らかくて着やすいです。形もいいですね、はい。こちらで6800円に消費税です、はい。続いてはチャンピオンの刺繍タグ90年代エクストララージですね、はい。白の無地になります。まあ、ここにはねチャンピオンマーク入ってますが、XL ちょっとゆったりめですね。まあ、白無地っていうのはまたいいですね、はい。バッグも状態いいです。こちらで6800円に消費税です。続いて、こちら80年代ボディですね。タグが欠損されてます。あのサイズ表記の、はい。おそらくねラージサイズぐらいだと思います。黒無地、はい。まあ、黒無地もね合わせ方によってはすごい、はい、シンプルでかっこいいです。
まあ何でも合わせやすいですね。これもあの50、50のボディなんで着やすいですし、まあ、シンプルに無地で袖上げて春先着てもかっこいいんじゃないでしょうか。はい、こちら5800円に消費税です。はい、続いてはフルーツオブザルームのラージ、こちらも50、50ですね。パープルの無地です。はい、こちらも 80s ぐらいでしょうか。サイズ感、ラージサイズ僕がちょうどジャストサイズぐらいですね。はい、状態こちらもいいです。パープル、こちらも5800円に消費税です。続いてチャンピオンの刺繍タグ、90年代ですね。前V タイプの、はい、こちら、ネーム入ってます。チャンピオン、このね、グレーボディちょっとね珍しいと言いますか、あのちょっと色目が違いますね普通のと。はい、サイズ感、ラージサイズ僕がちょうどいいサイズ感です。こちらも状態いいですね。はい、こちら6800円に消費税です。はい、続いては、こちらメープル、サイズがラージサイズですね。はい、ハーフジップじゃない、ハーフスナップです。そしてインディアンヘッドのプリントに、下がねちょっと可愛いですね、パッチポケといいますか、ボクシンググローブみたいなね、ポケットです。サイズ感、ラージ僕がちょっとねジャストサイズですかね。はい、そんなめちゃめちゃ大きいわけではないんですが、まあ、リブ付きなので、はい、形もね面白いですね。こちら5800円に消費税です。はい、続いてリバースリーブですね。はい、こちら刺繍のエクストララージ90年代ですね。グレーボディ、ラバープリントですが、ロゴの上にこう字が入ります。ちょっと変わったプリントですね。はい、ネイビーにしかもねちょっとゴールドみたいな、プリントもね可愛いと思います。しかもこれね状態がバキバキでございます。はい、もうこのリブはね毎回言いますけど、ここ全く伸びてません。はい、もう状態的にはねバキバキの完璧です。エクストラージちょっとゆったりします。はい、もう後ろもね綺麗ですね。はい、こちら12800円に消費税です。はい、続いてトリコのラージサイズ。はい、もうトリコのラージといえば僕のサイズです。グレーボディ、はい、ラバープリント2段ですね。サイズ感このぐらいの感じです。僕はいつも着てるのがラージサイズです。はい、これもね後ろも状態ですね。はい、こちらも12800円に消費税です。はい、続いて刺繍のエクストララージ、はい、こちらもグレーボディに、はい、これは濃い、ネイビーでしょうか。一瞬、ね、黒にも見えるんですが、もうあのすごい濃いめのネイビーのプリントです。2段サイズ感もそうですし、プリントのね、この感じも雰囲気いいと思います。 XL ちょっとゆったりします。はい、後ろもね状態いいです。はい、こちらも12800円に消費税です。はい、続いて刺繍のラージ90年代ですね。はい、赤ボディの、はい、めちゃめちゃいいですね。ウィスコンシン、このラバー、ひび割れラバー、はい、雰囲気非常にいいと思います。赤のラージサイズ僕がちょうどいいサイズ感ですね。これもねすごく着込んでいくと色がフェードしてってちょっとピンクっぽくなるとねまた雰囲気変わってきます。はい、ちょうどねこのぐらいの赤もかっこいいと思います。はい、こちらも12800円に消費税です。はい、続いてスペシャルですね。はい、単色タグ、青の青タンのミディアムサイズですね。70年代。はい、もう一番ね有名でしょうか、ハーフジップパーカー。はい、昨日ねちょっとねこのジッパーが壊れたちょっとボロ系の雰囲気いいやつを紹介させてもらったんですが、はい、こちらよく見ていただくとリブがねこうツートンになってます。はい、このリブちょっとねあのナイロンが入ってるのがこれちょっと普通のリブと違います。これね相当珍しいと思いますね。はい、こちらが同じです。でもこの下のリブはね同じ素材使ってる。はい、ミディアムサイズですが僕が多分ねジャストサイズで着れるぐらいです。色もね全体的に少しフェードされてる、この雰囲気かっこいいんじゃないでしょうか。もうねハーフジップの USFA もう大人気です。はい、こちらミディアムサイズで69800円に消費税、69パですね。はい、続いて G ジャンです。リーバイス70505のサイズがね38でしょうか。こちらスモールサイズのインディコです。38は僕は小さいですね、さすがに。でも、ね、コンディションいいですかなり。はい、
まだねこのぐらいのちょっと暖かくなってきましたけど、まだジージャンで羽織れる、季節なので、ぜひ、はい、こちら15,800円に消費税です。はい、続いて同じく70505のこちらブランケット付きです。ちょっとねパッチ、欠損してるので、だからサイズがね36ぐらいだと思います。はい、ブランケット付きなのでもうねちょっと暑いかもしれませんが、来年を見越して買っといてください。はい、こちらビッグイです。はい、これがですねもう色見ていただくと、さすがブランケット付きっていうのはね、この袖口このね蜂の巣やばいですね。はい、あとしかもねまだコンディションもいいですし色濃いです。サイズがね、まあ、僕はちょっと小さめですが、まあ、着れる方はね男性でもいらっしゃると思いますし、まあ、女性が着てもねいいと思います。インディコの色バリバリかっこいいですね。そしてちょっとねこの襟元若干このダメージはありますが、まあ、雰囲気見ていただければ、ちょっとボタンホールもね若干ポロポロは来てます、はい、でもねもうこのインディコのこの色落ちで、はい、もう色勝ちですねこれは、70505のブランケットライナー付きのビッグイン29,800円に消費税です。29%。はい、そしてアンドベルベルジンからですね、こちら、80年代のライダースジャケットですね。はい、ブランドがこちら、サイズがね38ぐらいじゃないでしょうか。こちらねもうこういったプリントされてます。可愛いですね、ベティちゃん風なマドンナでしょうか、まあ、こういったちょっとねバンドのプリント、まあ、まあペンキで多分書いた落書きと言いますか、あとねバッグの腰の部分にもあります。サイズ感38ぐらいかなと思います。僕がちょっと小さいですね、はい、まあ今の季節はちょっともう暖かくなりましたけど、まあなんか白い T シャツ着て黒いパンツに、まあ、あとはこういった細身のね606なんかに合わせてもかっこいいんじゃないでしょうか。はい、25,800円に消費税です。はい、続いてミリタリーですね、はい、こちらベトナムのカモです。非常にね程度がいいです。はい、もう刺繍もねこちら、タイガーにドラゴン、はい、袖にも入ってます。そしてバッグがですね、はい、ここまでね結構いろいろ入ってるのは結構珍しいんじゃないでしょうか。色合いもね綺麗ですし、まあ、6869、はい、あとチェーンステッチのね雰囲気も非常にいいと思います。はい、まあ、迷彩のねこのカモの程度もいいですし、裏もこのターコイズブルー、はい、もう本当にバキバキです。サイズ、おそらく40ぐらいですね、自分が着ていわゆるジャストサイズです。はい、僕よりねちょっと細い方だったら全然普通に着れると思います。いやもう状態がね非常にいいです。はい、こちら59,800円に消費税です。はい、続いて お探しの方多いんじゃないでしょうか。はい、M65 フィッシュテールです。こちら、ね、インナーがスモールサイズなんですけれども、はい、中のボディです。ボディは XS ですね。ちょっと XS のボディに、まあ、S のちょっとナイロン内側をねつけてます。そんなにね、違和感はないんですが、まあ、とりあえず XS ボディということは分かっていただける。XS ボディは僕がジャストサイズです。ちなみに僕は普段着てるのも XS なんですけれども、もう男性女性問わず、かなりのね、まあ皆さん着れるんじゃない、まあ女性がねもちろん着てもらってもいいと思います。一応インナーはついてます。フードはね、今回はついてないんですが、まあフードつけてね着てる方もいますけど、フード外した方がなんかこうすっきりしてていいんじゃないでしょうか。状態もね非常にいいと思います。はい、続いてパンツです。リバースイーブ、サイズラージサイズの刺繍90年代ですね、はい、こちらがグレーボディで染み込みです、はい、サイドにね染み込みのプリント入ってます。ラージサイズ僕がちょうどいいサイズですが、ちょっとねレングスが若干長めかもしれません、はい、まあこういった、ね、スウェットパンツスニーカー合わせてデニムシャツなんかでもいいですし、なんかジージャン着てもらってもいいんじゃないでしょうか、はい、こちら6,800円に消費税です。はい、続いて501の USS ブラックジーンズですね、はい、これもね、全体的に少しね色がフェードしてますが、当たりもね綺麗に出てて、はい、後ろ3432表記です、はい、こちらもねダメージはね一切ないんですが、3432、僕はちょっとねレングス長いかもしれません。普段僕が履くのが3330というのを履いてます。はい、ちょっとゆったりめになりますが、僕よりね身長180ぐらいの方は全然ちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、こちら9,800円に消費税です。さあヴィンテージいきます。はい、こちら、501のビッグイですね、はい、
まあ、全体的にもうね色が落ちてる夏仕様です。こちら赤タブが、はい、びっくりですね、はい、パッチもね結霜してます。ちょっとねポケットのとことかに気持ちダメージがあって細かいリペアは入ってます。あと裾口もね、ちょっとこうほつれたのリペアされてます。もう全耳付きで、はい、フロント、膝の部分にちょっとダメージが入ってるのもリペアされてます。はい、またもですねちょこっとリペアは入ってます。まあ、あの夏履くにはちょうどいいんじゃないでしょうか。実寸こちら302級です。おそらくパッチサイズが3131あたりでしょうか。はい、もうあたりね綺麗ですね。夏履くには持ってこいじゃないでしょうかね。はい、こちら501のビッグイで39,800円に消費税です。はい、続いて、はい、501の66モデルですね。はい、見ていただければひげ綺麗に出てます。そしてこの縦線の綺麗な縦落ち、はい、これ、ね、たまにあるんですけれども、なかなかこう綺麗に縦にさーっと線が入る、これ珍しいと思います。膝の部分ちょっとダメージがあったのリペアされてます。はい、あとはねちょっとこういったちょっと茶色いと言いますか汚れがあるぐらいですけど雰囲気いいですね。またもそんなに大きいダメージはありません。はい、後ろもパッチ表記がねうっすら363の34表記、はい、実寸が今ね3430かな。はい、これ裾ねオリジナルですね。まあ、結構縮みが出てる状態でしょうか。はい、後ろもね縦線がブワーッと綺麗に入ってます。これ珍しいですね。はい、66モデル、はい、これもまあ本当に夏履くのにねちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、こちら35,800円に消費税です。はい、最後にめちゃめちゃいい色落ちですね。はい、こちら501のビッグイーです。もうね画像で見ていただいても相当綺麗だと思いますね。色落ちひげ落ち入ってます。そして当たりも綺麗に出てますね。はい、そして残念なのがパッチが欠損してるのと赤タブがちょっと欠損してます。はい、裾もねオリジナルのチェーンで、こちらがシングル耳の内側ですね。シングル、はい、赤タブがねついてれば、まあ、間違いなくビッグイだと思うんですけれども、もう色落ち完璧です。実寸が、2930、おそらくパッチ容器はですね3032じゃないでしょうか。はい、30表記でね入る方のジャストサイズで、はい、あとまあもちろん女性でね、やっぱ1本イージーパー欲しいなって方は結構入る方多いじゃないですか。29の実寸30です。はい、こちら赤タブが欠損してますが、びっくりです。108,000円に消費税。はい、108,000円。いや素晴らしい色です。はい、今日のご紹介は以上になります。まだまだゴールデンウィークね、天気もいいですし、皆さんお店の方にもご来店ください。よろしくお願いします。